モノノベモリア、モノノベモリア、モノノベのモリアは古墳時代の大連、有力豪族。モノノベおこしの子。モノノベ氏は有力な軍事士族である。モノノベ氏は日本に伝来した仏教に対しては強硬な廃仏派で、数仏派の蘇我氏と対立した。ただし、モノノベ氏の本拠の渋川に寺の跡が残り、モノノベ氏そのものは廃仏派ではなかったという説もある。 美達天皇元年、五百七十二年、美達天皇の即位に伴い、森屋は大連に任じられた。美達天皇十四年、五百八十五年、病になった大臣、蘇我馬子は、美達天皇に創上して、仏法を信奉する許可を求めた。天皇はこれを許可したが、この頃から薬病が流行しだした。森屋と中富のマる会、中富の氏は神義を祀る族は、 しげる神、異国の神を信奉したために薬病が起きたと創造し、これの禁止を求めた。天皇は仏法を止めるよう御事の乗りした。守屋は自ら寺に赴き、小床に座り、仏塔を破壊し、仏殿を焼き、仏像を海に投げ込ませ、孫や柴たち等ら仏法信者をメンバした上で、達士等の娘全身に、及びその弟子の絵前に、前蔵にら三人の二を捕らえ、 衣を剥ぎ取って善田にして、つば市、つば市、現在の奈良県桜井市の駅舎へ連行し、群衆の目前で鞭打った。薬病は、さらに激しくなり、天皇も病に伏した。孫は、自らの病が言えず、再び仏法の許可を創上した。天皇は孫に限り許した。孫は三二を崇拝し、寺を営んだ。ほどなくして、天皇は崩御した。 緊急で葬儀が行われ、孫は、博士してるいこと、忍びごとを立てつった。森屋は、両屋が突き立った雀鳥のようだと笑った。森屋が身を震わせてるいことを立てつると、孫は、鈴をつければよくなるであろうと笑った。美達天皇の次には、孫の雄陽明天皇、金明天皇の子、母は、孫の妹が即位した。森屋は、美達天皇の異母帝。 アナホベ王子と結んだ。陽明天皇元年、586年、アナホベ王子は、カシキヤ姫、美達天皇の功を犯そうと欲して貧窮に押し入ろうとしたが、三輪略に阻まれた。恨んだ、アナホベ王子はモリアに命じて三輪略を殺させた。孫は、天下の乱は遠からず来るであろうと嘆いた。モリアは、何時のような昇進の知ることにあらずと答えた。 陽明天皇二年四月二日、五百八十七年、陽明天皇は病になり、美穂、仏法を信奉したいと欲し、軍神に義するよう美琴のりした。森屋と中富の勝る会は、国つかみに背いてた神を敬うなど、聞いたことがないと反対した。孫は美琴のりを法ずるべきとし、穴ホベ王子に、僧の報告を連れてきさせた。森屋は睨みつけて、大いに怒った。 ふみ、初期の、ケクソがモリアに、軍神たちが、モリアの帰路を断とうとしていると告げた。モリアは朝廷を去り、別行のある、あと、河内国へ退き、味方を募った。敗物派の中富沼サる会は、彦人の王子と、武田巫子、孫派の巫子の像を作りずそした。しかし、やがて、彦人の王子の屋敷へ行き来を誓った、自派に、形成不利と考えたとも、 彦人の王子と孫の関係がうまくいっておらず、彦人の王子を用した自派政権の確立を策したとも言われているが、そのキロ、トネリ、富の一位が中富の勝る会を切った。森屋は一族の物ノノ坂、大市造り小坂、漆辺の作り兄を孫のもとへ使わし、軍神が我を殺そうと図っているので、後へ退いたと伝えた。4月9日、 陽明天皇は放御した。守屋は、穴ホベ王子を行位につけようと図ったが、6月7日、孫は、歌敷屋姫の御事との利を得て、穴ホベ王子の宮を包囲して中殺した。翌日、ヤカベの王子を中止した。7月、孫は軍神に図り、守屋を滅ぼすことを決めた。孫は、初瀬部の王子、武田巫女、馬宿王子などの巫女や諸豪族の軍病を率いて、 河内国渋川郡、現、大阪府東大阪市釣りの森屋の館へ向か。森屋は一族を集めて、稲城を築き守りを固めた。その軍は合場で、森屋は、法の木の枝間によじ登り、雨のように矢を追いかけた。ニコラの軍病は恐怖し、退却を余儀なくされた。これを見た、馬屋当時は、仏法の加護を得ようと白二川の木を切り、四天皇の像を作り、 戦勝を祈願して、勝利すれば、仏塔を作り、仏法の具図に努めると誓った。孫は軍を立て直して進軍させた。富の一位が、大木に登っている森屋を射殺した。寄ては攻めかかり、引き続き、森屋の子らを殺害し、森屋の軍は敗北して逃げ散った。生き残った森屋の子の打ち方のだとたつきつ兄弟は、前者は、筑前国倉家に、 後者には、紀善国松浦に留在されたという。さらに、森屋の抜子で、父警を殺された当時三歳という中よら一族は、家臣に護衛されて、吉原や、北方の出羽国境はら松山頂に逃げ込んで、ある者は生命を変えて、ある者は行方知れずとなった。この戦いを、日のと羊の乱と呼ばれた。馬屋当時は、摂津国。 現在の大阪府大阪市天王寺区に四天王寺を建立した。物の部氏の領地と奴隷は両分され、半分は孫のものになった。孫の妻が森屋の妹であるので、物の部氏の相続権があると主張したためである。また、半分は四天王寺へ寄進された。奈良時代の僧で、後権上皇に長愛されて、大乗大臣前寺、法皇をなった道教は、 森屋の末裔と称している。戦国時代の大海の戦国大名は西市も森屋の末裔と称した。また、信濃の森屋氏も森屋の次男の武丸を養子に取ったとされる。第5巻、天孫本義では、物延部おこしの子で物の部を市おかり連の弟、余毛大連とも、池の宗家屋宮天皇、陽明天皇の時に大連となり、神宮の時となったとある。第9巻、 三河公本議では、陽明天皇が9月5日に即位した際、物部ゆげ森や蓮子を大連また大臣とし、陽明天皇2年夏4月2日、岩わ川上の新滑祭りに、病で帰った、陽明天皇が美穂を敬うことを検討するよう信に、行った際、中富の勝美蓮と共に国津神に背きた神を、敬うことはできず、聞いたこともないと反対したとある。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。